この最先端の技術を活用してものづくりの最先端を突き進んでいければいいのかなと。人の命に関わる製品の生産に携わっているので、より安全で品質の良い製品をこれからも作り続けたいと。小さな気づきを大切にして、より多くの問題点を発見して、より安全なモビリティ社会へ貢献していきたいと思います。いわゆる QCD と言われているクオリティコストデリバリーに関わるところの管理をしています。シフトの体制であったり、生産計画であったり、設備の改善計画ですね、この辺のマネージをしています。現場ウォークを毎日行っていまして、朝礼を兼ねてですね、朝各ラインのスーパーバイザーやリーダーを集めまして、全シフトで起こった出来事だったり問題をみんなに共有する活動をしています。EBS などに使われているバルブという部品の製造ラインを担当していまして、スーパーバイザーという役職を担当しています。ラインのトラブルがあった時などにスーパーバイザーの方に連絡がありまして、設備であれば生産技術、品質であれば品質の担当のところと連携をして、そういうトラブルを対応をしていきます。ラインキーパーという業務をしています。担当するラインの部品供給をしたり、トラブルで部品が詰まったりするので、それを工具で除去して対応しています。品質確認も行っていて、昼と深夜で2回ずつ行っています。新規ラインの立ち上げの担当になった時に、生産技術や品質管理の部門と連携をして問題を解決して、ラインの立ち上げを達成できた時にやりがいを感じます。今担当しているところでいうと、フィルターの供給のトラブルの削減を担当していまして、そちらの方も生産技術と連携をしてトラブルの削減ができているので、そういう時にもやりがいを感じます。日頃の小さな気づきや変化点を見逃さないように常に意識して行っていて、レイアウトや作業性を効率よく上げるために上司へ相談しながらやるんですが、その改善提案を採用されて、その提案が成果が見られた時にやりがいをよく感じます。我々浜北の設備というのはドイツだったりアメリカ、ベルギーの工場と全く同じ設備を使っているんだけど、その中でも特に浜北で考えたアイデアとか改善提案とかが他の拠点、アメリカだったりドイツで同じように採用されて、それが向こうでも役に立ってるっていう話を聞かせてもらえると、僕らのやった仕事の成果が見えて嬉しく感じます。年齢に関係なく若い世代でもしっかりと評価をしてくれるところに魅力を感じます。新規ラインの立ち上げ、こちらも誰でも選ばれるわけではなく、能力を評価してもらってちょっと抜擢されたということもあるので、そういうところでもこの会社の魅力を感じます。カーメーカーのお客様から工場内が綺麗だと言っていただいています。自分自身も会社に入る前は工場があまりいいイメージではなかったんですが、すごくこの工場は綺麗で、綺麗を保つためにも5S を工場内は徹底していて、ラインを動かす前に15分いつも掃除をしています。我々の設備は最先端の設備を使ってて、その中でも特にデータのトレーサビリティとか、いわゆるインダストリー 4.0 とかを積極的に導入しています。そのおかげでリアルタイムに生産の状況が把握できたり、製品のデータのトレーサビリティが取れたりと、常に最先端の技術を使用しているというところがコンチネンタルのすごいところかなと思っています。